こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第286回をお届けします。石原先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は20代彫刻業経営者の方からいただいてますね。はい、はい、第1回からずっと聞いています。ありがたいですね。石原先生、早川さん、こんにちは。私は40年続いている町工場で彫刻業を営む28歳の3代目です。彫刻業といっても名板彫刻なので芸術ではなく工業向けです。名板彫刻ってどういうやつ？名板って会社 の, あの看板というか、あの会社の入り口にあるような、何て言うんですかね、何工業とか、はい、何会社とか。あ、そうですね、それを多分設立何年とかそういうやつ、ね、はい、掘るというか作ることじゃないですかね。質問はズバリ、下請けからの脱却について教えていただけますでしょうか。うん、現在は2代目、現社長と私、バイト1人から2人の3、4人体制で工場を運営しています。先代から続く売上の8割を稼ぎ出すお客様、過去4社程度に提供している商品の価格があまりにも安く、短納期のため朝から晩まで働いている日々です。今のところ貧乏暇なしというテーマが一番の課題に思います。なので対策としてネット、新規、紹介などからの受注には普段より 2,3 倍の価格で対応していますが、そこまで量、ロットはないので全体にあまり影響していない状態です。さらに私は家業に入り、この2年間町工場を何とかしたい、下請けから脱却して自立したいと奮闘してまいりましたが、どうやら2代目は現状のままでいい、何か新しいことを始めるとそれはやめておいた方がいいと消極的です。考え方、価値観が合わない場合、自分で別の会社を作ってやっていくしかないのでしょうか。長々となってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします、ということで。なるほどね。まだ20代ですけどね。なるほどな。まあビジネス的に考えると、はい、この2代目のお父さんが言ってるようなことは間違ってはないね。間違ってない、うん、だから先代から続く売上の8割を稼ぎ出すお客様、4社程度に提供する商品の価格があまり安くって言っても、うん、多分こことの関係はすごく強いんでしょうね。そうですね、あまり安いって言っても、でも4社でそれでもまあ大変とは成り立ってるわけですからね。うん、だからまあここをベースにして何かしましょうっていう話だよね。うん、うん、でこれどういうのかな、お父さんの気持ちを変えようと思うことが難しいんじゃない？ああ、まずそもそも、うん、まあ、よっぽど何かアイディアというかないとあれですよね。だからさ、お父さん説得しようとすることが間違いだよ。うん、そもそも。うん、だって自分が前に行こうと思うときに、うん、そこにいる参加者全員を説得しようと思っても、うん、考え方と現状が違うから説得はできないと思うよ。うん、そうか、違うものを説得ってのはなかなか難しいですよね。うん、だからまあどういうのかな。まあ最悪はここに書いてあるように。うん、自分で何か新しいことやった方がいいんじゃないっていうことだけど、はい、だからいや会社の方向を変えようとしてることが問題で、うん、自分だけ方向を変えればいいんだよ。よくあるよこういうの。だって、まあ、例えばこう社長が何か思いついた、はい、ね、だからみんなを説得しようと思うんだけど、うん、説得できないじゃん、うん、だからなんで自分だけやんないのって言うんだけど、うん、あ、別に全体をこうえいやって変える必要はないと。うん、政治やってるわけじゃないから、うん、別にその投票してもらってなんかするわけじゃないでしょ、うんうん、だから、まあ、例えばその仕事以外でちょっとこういうこと試してみますよと、うん、会社の活動以外でちょっとこれ試してみるねって言ったら会社と切り離されるじゃない、うん、そうですね、うん、だから何もその自分の考えが正しいとか、うん、お父さんの考えを変えようっていうこと自体が、うん、労力的に言ってあんまり良くないよね。そうですね、確かに、うん、どっちが正しい正しくないっていう意見でしょ、うんうん、でお父さんがやってることも正しいしね、うん、今はね、うん、でも長期で考えたら大変っていうことじゃん、うんうん、じゃない。だからお父さんがやってることが今ダメだったら赤字なはずで会社持ってないから、うんうん、それはお父さんも何とかしようと思うかもしれないけど、はい、今やってることで会社が成り立ってるわけで、うんうん、まあ忙しいけどよ、はい、暇がないかもしれないけど、うん、でも長期で言ったらうまくいかないよねっていうことは、うん、まあ多分うまく受け入れないと思うね、うん、でも確かに今先生おっしゃったように、そのお父さん変えることによる、まあもちろん結果も難しいでしょうけど、エネルギー自体がすごそうですよね。もうそれだけでただでさえ貧乏暇なしなのに余計もったいないですよね、時間が、うん、だから不思議なことやってるね、うん、そうするとすごく腑に落ちるんですけど、うん、じゃあ現実的にこの方が今できることってこの今の業種業態でどんなことが考えられますかね。この業種業態にはないんじゃない？ない
だから分かんないけど、この業種業態で、うん、まあ、使ってる技術なり何なりっていう可能性はなくはないかもしれないけど、うん、あんまりないと思うね、うんうん、もしくはそのお客さんから新しい仕事を取るって言っても、はい、これなかなか難しいと思うよ、うんうん、だから全く違う仕事をした方がいいね。その難しいっていうのは、例えば今この方も新規紹介などから受注では普段 2,3 倍の価格で対応していますが、そこまで量が出ないっていうのはやっぱり難しいから、そんなに数は出ないってことなんですかね。それからやり方次第によってはもっと増やせるのかなとも思ったんですけど、ね、今の日本の社会情勢とか産業の中でそれぞれどういうことが起きてるかっていうのをちょっと分かるといいんだけど、日本ってこう70年間ずっとこう拡大路線にあったでしょ、うん、で拡大するってことはいろんな会社がたくさんできていくっていうことだよね。だからライバル会社もすごくたくさんあるわけで、はい、ところが縮小路線に入ってもうかなり経ってるでしょ。そうすると多分このライバル会社もいっぱい消えてるはずなんですよ。そうですね、うん、だから全体の受注の量が少ない、うん、数に限りがある中で、おそらく似たような業種の人がみんな似たようなことをやるはずなのね、うん、だからまあ利益率を上げるためにインターネットとかってもっとなんとかしようって言うと思うけど、パイそのものが少なくなっていくから、うん、良いものをより安くとかより効率的にって考えて、やっぱり採算取れなくなると思うんですよ、うんうん、だからまあ業種業態そのものが難しいんじゃない、うん、うん、そうするとさっき先生おっしゃってたように、もう仕事とは別で、うん、一応そのお父さんに対しては全く別のことを自分で可能性を探る、うん、どういうことかというと、これまでってさ、うん、そのマーケット拡大していくじゃん。拡大していくときにみんな何を考えてるかというと、会社と業が一緒って考えてるんですよ、うん、会社っていうのがあって中に業があって、うんうんうん、業と会社が一緒になっちゃってるっていう場合がすごく多いんだよね。中にってまさにそうですね。で会社っていうのは何をやってもいいんです、うん、だから大きく考えた時には、今はこの彫刻業をやってるけど、うん、新規でいろんなことをやってもいいのに、そうですね、うちの会社はこの業しかないっていうふうに思っちゃうわけよ、うん、まあ一業種で会社作ってるって、はい、だけどマーケットがこんだけ多様化してるわけで、うん、会社って何やってもいいんだよね、うん、だから全く新しいもん分かんないけど、こうデザインっていうのはこんな会社の中でやってもいいし、うん、例えば極端な話飲食をやってもいいわけじゃん、うん、で考えてみたら分かるけど、100年以上続いてる会社をいくつか見てみたらいいと思うんだよね、はい、まあ、お父さんにこれ説得してもダメよ、はい、大体大きくは3回から4回ぐらいは変わってるはず。へえ。でも変わってるってそんな、うん、だって僕結構その銀座の名店さんとかいろんな方たちとかね、うん、やり取りしてたりとか、100年以上続いてる会社とかも面倒見てるけど、もともと輸入をやってていて、輸入からその輸入を絞り込んである業態にして、うん、今は不動産業もやってるしみたいなことがすごく多いんですよ。だから100年続いてるわけ。だからってことですね。そうそうそう、僕がまあ地方でお世話してる会社なんか、港でそれこそ物を買い付けして運んでたと、はい、でその後にその業態側、まあ、衰退に向かってから、うん、ガソリンスタンドやったのかな。ガソリンスタンドやってすごく大きくやって、で土地も建物もいろいろ買って、でもガソリンスタンドも過渡期になっちゃってるから、うん、今はそこから建築資材のなんかその地域の代理店になって、うん、はい、っていうようなことをやってるから100年続いてるわけじゃん、うん、でもそうするとますますこれからの時代そういう感じじゃないと生き残れなさそうですよね、うん、だから事業継承っていうのはもう多角化しかないって僕は言ってるのね、うん、事業継承はイコール多角化で、うん、一つの会社が一業しかやってないこと自体がもう変になるわけじゃん、うんうんうん、だ親の会社を継ぐときに会社を継ぐんであって、はい、業を継ぐっていうことの考え方を結構外していった方がいいよ、うんうん、そもそもですね、うんうんうん、だから、まあ、事実を見たら分かると思うんだよね。だからまあそう考えたら、まあ、その周りを説得するっていうのがその超負担っていうか、うんうん、なので会社の活動以外でこれをやってみるから、うん、まあ、ちょっとどうなるか様子を見ながら教えるねみたいな感じで、うん、儲かっちゃったらさ、うん、文句言わないから周りは。そうですね、うんうん、
だから一人で勝手に何かをした方がいいかな、うん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 、これ現実的に僕が今この彼だったらってことでちょっと想像したんですけど、最後に一個お聞きしたいのが、うん、じゃあまあそういうふうに決めましたと、うん、決めた時に現実的にもこの4人体制で、うん、多分この彼も実際に入ってやってると思うんですよ。で朝から晩まで、うん、その中で新たに別なことを逆に仕事じゃないということで捻出するのっていうのはなんか結構現実的な話、どうすればいいんだろうっていうところありますけど、この人さん自分でなんかやりすぎってことなんですかね、うん、もう僕だったらお父さんとアルバイトの2人に任せてなるべく自分は違うことやるし、うん、新しいことも自分がそこに入り込まないで、うん、周りを使いながらやるとか、うん、そういうことするけどね、うんうん、それは体を動かさない限り吐かせないっていうところは結構時間的な性格が来ちゃうから難しいと思うね、はい、うんうん、そうするとまずはこの今いる現場、うん、僕ならアルバイトもう一人雇うかなんかして、はい、業を継ぐんじゃなくて会社を継ぐっていう感じにするけどな、うんうん、ああ、そうか、業を継ぐと会社を継ぐってだから違うんですね、うん、違う違う、でその真っ只中にそこに入ってしまうともう経営ができないんだよね、うんうんうん、でもお父さんは社長だけど自分から見たらスタッフっていうような感じの扱いになってくるとすごくいいな、うんうんうん、もちろんリスペクトしつつ本人にはそういう言い方しなくても感謝しながら、お父さん頑張ってくれてるから社長としてすごいよねって、僕はちょっと営業やってきますとか、うん、なんかそういうふうにその他の世界見てきますと、うん、あ、営業やってきますっていうのはいいことかもしれないですね、分かんないけど、でもそういうふうな感じだったら現場離れることができると思うね、うんうん、なるほど、大変参考になりました。今日は第286回お届けしました。石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。